動運転っていろんなメーカーが言い出してるけど、高級車ばかりじゃん。手放しで喜べない。日産はな、プロパイロットっちゅうもんを SUV ミニバン K にも搭載したっちゅう話ですわ。さあ、もっともっとやっちゃえ日産。プラスパージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、健太郎です。今回は前回の動画に引き続き、ノート e パワー、最新型のノート e パワーをレビューしていきたいと思います。日産がデザインを大きく方向転換して、この最初の車というのがこのノート e パワー。内装はもう前のとは全く別世界なようです。これをですね、いろいろ見させていただきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。じゃあね、早速ね、扉をね、開けていきたいと思います。なんかドアが前よりも重厚感が出たらしいんですよ。どうでしょうか。あ、確かにドアちょっと重めの音がします。ドア自体はめちゃめちゃ軽いんですよ。多分アルミかな。ちょっと叩いた感じアルミなんですけど、もう音はドスっていう感じで、結構いい車の音がします。さあ、そして内装ですけども、いや、これはなかなかいい車の内装じゃないですか。シートが、これはちょっと、これ革なんだけど、ステッチはすごい。この縦ステッチ、横ステッチ、斜めステッチ、横横斜め、もうすごいいい。で、なんかこの高級な車の椅子ですよね。でもちょっと後でね、なんか物を置いてみたいと思うんですけど、センタースタックがもうほらボタンになったんで、これがレバーがないから下が、ここがね、フローティングセンタースタックって呼ぶと他のメーカーになっちゃうからなんですけど、空中に浮いてて、ここね、ティッシュ置くのに絶対いいですよ。絶対このティッシュでしょ、どう考えても。これはいいですね。じゃあ早速ね、座っていきたいと思います。今ね、ちょうどお昼なんてあれなんですけど、さあ、まずね、ステアリングから見ていきますか。そして、はい、まずステアリングです。はい、 D シェイプになりました。すごい。で、本革巻きステッチ、結構がっつりしてますね。で、あ、でもそれこそさ、きっとさ、日産のフェアレディ Z とか新しくなるけど、こういうハンドルになるんでしょうね、きっとね。ここにまあメッキの加装をしてあって、メッキというかアルミですね。で、 D シェイプがかなりしっかりした D シェイプ、なんかちょっとアウディとかよりもきつめでも、ステアリング結構大きいですね。で、あと結構スポーツステアリング風で、このね、ハンドルに親指をかけるところもしっかり彫り込まれてる感じで、あ、これは手になじむ。ちなみにこのハンドルなんですけど、僕がね、習ったこうモータースポーツでは、でもハンドルってなんかこの辺持つ人多いんですけど、モータースポーツで。違うんですよ。ここなんですよ。いわゆる10時10分なんですよ、モータースポーツは。で、こう置いて、親指でこう乗せたら、実はここのくぼみに親指をはめるんですね。で、ステアリングっていうのは、親指で押して使うようにするといいっていう風に習いました。これまあ別にノートの話じゃないけど、でも、それがすごくやりやすい、この作り。これはね、結構飛ばしたら面白いのかな、多分。はい、でもって、まあ、ちょっとこの内装ですか、まあ、収納から見てみましょうか。まずドアポケットね、めちゃくちゃ広い、ドリンクドーンいけるやつがあって、ここにまあ書類とか小物とか入れて、で、ここもポケットになってますね。スマホ iPhone11 Pro です。メッセージいっぱい来てる。はい、余裕で入りますね。はい、で、ここに、いわゆるエアコンがバチバチ当たるドリンクホルダーがあります。で、しかもこれ倒れるから、結構大きい太いやつも入りますね。スタバのベンティとかも多分いけると思います。そして他に収納、まあ、ここは絶対ありますよね、収納ね。これが、肘掛けの下は、あ、でも小ぶり。まあ、確かいろんな機能がこの中にあるからなんでしょうね。これはちょっとだいぶ小ぶりで驚きました。まあ、でも収納としては、ま、十分あるかなっていう感じですね。スマホ入れると分かりやすいですよね。はい、iPhone11 Pro 入れます。はい、ちょうど入りました。こんな感じで。縦に入れると入らないぐらいです。
はい、さあじゃあちょっとねメーター周りを見ていきたいと思うんでね、エンジンを始動してみたいと思います。ちなみにこれなんですけど、1枚のこうガラスでできているようなデザインになってますね。でもねここにねがっつり段があるんですよ。これ見えるかな。でここであえてこっちにちょっと見やすくみたいな。日産のこの辺の作りって本当にうまいなと思いました。あのそれこそあの E50 だか51のエルグランドとかもあの1枚バーンってきてもう1枚バーンってあるみたいな、めちゃめちゃかっこよくてね、あれ当時買いたかったけど買えなかったな。出た時まだ僕19ぐらいだったけどでね、まあ、今あのエルグランドよりもかなりお買い得なこの車でこういった機能がある。で今乗った感じなんですけど、どうしてもやっぱりね前のノートよりこっちの方が小さいっていうのが信じがたいんですけどね。まあとりあえずエンジンかけてみます。かかりましたね。あ、エンジンもう切れましたよ。かかった瞬間切れました。あ、またかかった。あ、で日産インテリジェントモビリティって呼んでありますね。まあ、すごい画面がもう本当に大きい。だからもう巨大な液晶2枚ですよ。このステアリングをね、これ前のこれですよ。すごいですよ。これメーカーナビなんで、なんかあのメーカーのこのナビを選ぶと大画面のね携帯もワイヤレス充電できるらしいんですよ。本当かな。あ、始まった。ちょっと遅れてちゃんとこういうの光ってんですね。充電してますよってのは光るんですね。へえ、消えた。はい、でここにね、こういうシガープラグがあって USB は、あ、 C じゃん、珍しい。ちょっとダジャレみたいになっちゃった。 USB-C と USB-A の USB-C と USB-A の、2つの、取り出し、これは急速充電にもね持ってこいですからね。でエアコンですけど、オートエアコンですね。まあ当然フルオートですね。デュアルゾーンにはなってはいないかな。はい、まあね、正直デュアルゾーンエアコンって本当に僕いらないと思ってるんで、全然どうでもいいです。いや、ちょっとメーターがね、これすごすぎてね、何をしたらどう変わるんだろう。速度標識。これはクルーズコントロール関係のやつですね。あ、これでスピードメーター。あ、パワーですね。パワー何パーセント。次。燃費計ですね。はい、次。バッテリーの残量が出ます。エネルギーモニター。はい、次。これナビですね。はい、次。音楽。はい、次。これはクルーズコントロールです。という感じでいろいろ表示できるようです。面白いですね。車速はね、こっちにね、もう常にデジタルで表示されて、まあね、スピードは常に出さなきゃいけないですからね。で、あとはですね、あ、まあ何よりもこれを紹介しないといけません。ノブ周りが全部、ね、こうなりました。いわゆるデジタル式の、まあ、全部ボタンって言ってもいいのかもしれない。で、これになったことによって、例えばドライブとか入れるときも、この状態でブレーキを見ながら、これでドライブ。ちょっと前が近いでなっちゃいましたけど、ニュートラルは、あ、これでニュートラル、あ、ここを押しながらこれでリバース、はいですね、リバースにそう簡単に入らないようになっても偉いですね。はい、ちょっとクリックパワーいっぱい、リバースだけは絶対これ押しながら行かないといけないということですね。で、パーキングの時はボタンを押す。パーキングのランプが光るという作りになります。これドライブモードとか EV とかあります。EV は押すとどうなるんだろう。で、マナーモード。多分静かになるんでしょうね。で、ブレーキオートホールドもついて、あと D モード。ドライブモードってことですね。
これでエコースポーツノーマルと、3種類あります、はい、で、パーキングブレーキはもうこの方からどのグレードを選んでも E パーじゃないやつのノートってあるの？わかんないけど、すべてのグレードはこの電動式の、パーキングブレーキになったようです。これはもうね標準ですよね、時代のね。さあ、そしてバニティミラーはあ、まあ3倍ともあるんですけど、まあランプはついてないですね。で、ここに、まあ、あの、室内灯とかのボタンがあるんですけど、お、電球だ、普通に。ここは普通、なんか結構意外と電球の場所多いですね、これ。テールランプとかもそうでしたけど。ただこれね、SOS あります、これ。で、これさっき聞いたんですけど、この SOS は、対話型だそうです。コンシェルジュ対話型。で、プラス、例えばね、なんかあって、煽り運転されてる、どうしようって言ったら、じゃあ警察呼びますねって、ナビの情報で今そこにいますよね、警察呼びますねってやってくれたりするそうです。で、万が一交通事故にあった時に、エアバッグが開いた段階で自動で向こうから、ここの車に電話かかってきます。で、万が一応答がない場合、エアバッグが開いた、しかも応答がないという状況の場合は、もう通報をしてくれるということです。まあね、意識失ってたりすることもあると思うのでね。これは本当にこれで多分救われる命がすごく多いんじゃないかなって思います。これ、後ろの席も見ていきたいなと思います。携帯をちょっと今、見ていきましょう。はい、今僕ちょっと運転しやすいポジションにしたんですけど、お？これ、ちょっと待った。まずね。まあ今、扉の音はまあ、前と変わらず、前よりちょっとなんか軽い感じしますけど、ただこれ扉90度開いちゃいます。ドア、これは乗り降りが楽ですね。多分これはね、新型ノートの売りっていう感じですね。で、今僕は自分が運転しやすいポジションまで一層下げたんですけれども、それでも膝前のスペースは、実はこれちょっとね、膨らみがあるタイプの椅子なので、実は余裕があります。はい、後席の椅子も前と同じようなデザインで、革の張り方も結構似てますね。これ斜めステッチがない感じで、縦ステッチと横ステッチは同じという感じです。いや、この椅子マジでかっこいい。とにかくね、まとまりがいいね。ちゃんと5人乗りですね。ここにありますね。まあ、ドアポケットにもあるけど、ここにもある。で、これなんか渦巻き。これだけでちょっと高級に見えるよね。はい。まあ、肘掛け中で。なんか、微妙にここに小物入れになってますね。微妙に。まあ、スマホをぶっ刺するのにはちょうどいいかもしれないですね。はい。もうシートバックポケットは運転席側なくて助手席側だけなんですね。でもそこにはちゃんとね、スマホ用に分けてるところありましたよ。っていうかな、これね。で、ここはこうだから、スマホ、iPhone 11入れるとちょうどいいぐらい。ここはちょっと面白いですね。運転席の後ろにも欲しいですけどね、できれば。まあまあまあ。はい、じゃあちょっと2室も見てみましょう。あ、やっぱ90度開くのめちゃくちゃ見るよりしやすい。はい。さあ、トランクです。結構容量ありますね。下はどうなってるかな？じゃじゃん。はい、まあね、今の車はみんなね、パンク修理キットとか積んであるんですけど、この下がどうなってるかがね、大事なんですよ。あ、二分割になってる。面白い。あら、ここにバッテリー持ってきてますね。これはいいじゃないですかね。FX 車なんで、フロントヘビーなので、重いバッテリーがここに来るって。だからバッテリーがちょっと特殊なサイズだなと思いますけど、これはいいですね。応急用タイヤを入れるスペースを使って、ここにバッテリーを置いてきたという。で、パンク修理キットと、ケイン。ケイン、太いなぁ。このぐらい太いんだけど、もともと昔からあるタイプのケインフックも付いてるのはなぜなんでしょうね。で、こっちからそのまんま椅子は倒せそうですね。ちょっと、試してみますね。おい。シートベルトも一緒に持ってかれるタイプですね。はい。で、これで、室内。本当にこれで前より小さいの？でもそういうメーカーの人がいるからそうだよね。
もう荷物はがっつり詰めますね。まあちょっとフラットっていうわけじゃないので荷物ちょっと積んだりして調整かなと思うんですけど、まあ逆にこの段でね物が滑って前行かないっていうのでね、まあ、物は考えようかなと思います。よいしょ、こんな感じですね。今椅子を倒した状態でこれ席を助手席側の後ろのドアを開けるとこういう感じになってます。めちゃめちゃ荷物詰めますよね。これだけでもコストコ相当お買い物できますよ。はい、まあ助手席側も基本は同じです。でもやっぱねここにティッシュがあるとどっちからでも行きますよ。あ、HDMI あったね。そういえばそうやって開ける、あ、もうこれもうここに刺されますよ。ビデオ入力できるんでね、これでなんかスマホとか、なんか繋いでみたりとかしてはいかがでしょうか。はい、じゃあちょっと走らせてみたいと思います。